マウロ・ジュリアーニ、マウロ・ジュゼッペ・セルジオ・パンタレーオ、ジュリアーニ、マウロ・ギュセッペ、セルジオ・ポンタリオ・ジュリニー、1781年7月27日から1829年5月8日は、ナポリ王国のギタリスト、作曲家、19世紀初頭における、クラシックギターのビルト王像の一人とみなされている。ビシエリエに生まれるが、早くから兄・ニコラと共に、 バルレッタに移り、その地を学習の拠点とした。はじめは、チェロの指導を受け、生涯にわたってこの楽器を完全に諦めたわけではなく、またおそらくバイオリンも学んでいたらしい。その後ギターに没頭するようになり、わずかな期間で非常に熟練したギター奏者に成長した。ジュリアーニがついた教師については不明であり、ジュリアーニのイタリア時代の活動についても、厳密にわかっているわけではない。 マリア・ジュゼッペ・デル・モナコと結婚し、息子ミケーレ、1801年、バルレッタ、を授かる。その後は一時期、ボローニャやトリエステに滞在していたらしい。1806年の夏、チェロやギター、大宝の学習を済ませると、家族を残したままウィーンに出向く。この地で、ビルムート城、フレイライン・ウィルムースという女性と関係を結び、1807年には、 一女マリアを設けた。ウィーンでは古典派の気学局の様式に通じるようになり、1807年には古典派様式による自作の出版に取りかかる。ヨーロッパ全土に演奏旅行に乗り出し、行く先々で、その超絶技巧や音楽的な趣味が賞賛された。大成功を収めて音楽界の名士となり、19世紀初頭のウィーンで活躍した。 演奏家や作曲家の中でも最高の一人に数えられた。ジュリアーニは西洋音楽の状況においてギターの新たな役割を宣伝させた音楽家であるオーストリア帝国の上流社会やベートーベンやロッシーニのような著名な作曲家にも知られるようになりウィーンで最も活動的な演奏家と共演した。1815年にピアニストのヨハンネ・ネポムク・フンメル。その後は イグナツ・モシェレス、バイオリニストのヨーゼフ・マイゼーダー、チェリストのメルクと共に、シェーンブルン宮殿の植物園で入場料が1ドカートだったことにちなんで、ドゥカーテン・コンチェルトと呼ばれた一連の室内学の演奏会を行った。ジュリアーニはこれに出演したことで、ウィーンの音楽環境の中で名声を馳せた。 同じく1815年には、ウィーンの帝国議会の名士たちのための公式の演奏家となった。それ以前の1813年12月8日には、ベートーベンの公共曲第7番の初演にも、おそらく、チェリストとして参加している。ウィーンでは、作曲家としてはささやかながら成功した。ジュリアーニは、ほとんど楽譜出版社アルタリアと提携しており、同社が、 ジュリアーニのギター曲の大部分を出版したのだが、その他の地域のあらゆる出版社と取引し、自作をヨーロッパ各地に広めてもらった。また、ギター教師としても、名声を得て、ボブロビッチや、ホレツキーイラ、数々の門人を輩出した。1819年に、主に経済的な理由から、ウィーンを後にする財産や預貯金は、債権者への返済のために差し押さえられていた。 イタリアに戻ると、トリエステやベネツィアに過ごし、ついにローマに落ち着いた。ローマでは大して成功せず、わずかな作品を出版し、一度きりの演奏会を開いただけだった。この間、1813年生まれの娘エミリアは、1821年から1826年まで、腹違いの姉妹マリアと共に、ラドラチオーネ・デルジェズ女子修道院で教育を受けている。 1823年7月は、重病の父親を見舞いに、たびたび、ナポリを訪ねている。両シチリア王国の都では、ジュリアーニーの評価が好転し、地方の出版社によって、その他のギター曲を出版してもらうことができた。1826年には、ポロティチにて、フランチェスコ一世とボルボーネ家の宮廷のために、午前演奏を披露した。この頃が差し詰め、 ジュリアーニのナポリ時代であり、同じく巧みなギター奏者に成長した娘エミリアとしばしば共演するようになった。1827年の末までに体を壊し、1828年5月8日にナポリで生涯を閉じた。ジュリアーニの不法にナポリの音楽界はほとんど動揺しなかったという。ジュリアーニはギター曲の作曲家として変奏曲形式を非常に好んだ。 変装曲はウィーンで大変人気のあるジャンルでもあった。ジュリアーニは楽器の特性に逆らわずに、旋律を音楽的な効果のあるパッセージに折り上げて、行くことのできる能力が際立っていた。このような能力の実例の一つが、ヘンデルの主題による変装曲作品107である。この主題は、ヘンデルのハープ思考読み曲第5番補聴調のアリアと変装から、 現在、調子の良いカジアの独唱で知られるアリア主題に他ならない。ジュリアーニの作曲家としての業績は数多い。作品番号にして150曲のギター曲は19世紀のギター曲のレパートリーの中核を成している。極めて難度の高い楽曲をギター独奏用に書いただけでなく、室内楽、バイオリンやフルートとの二重奏曲や競奏曲においても作曲した。 ジュリアーニの目立った作品といえば、3つのギター競争曲、作品30、作品36、作品70や、ギター独創用の6つの幻想曲、作品119、作品124、ロッシーニのアリアを原曲とし、ロッシニアーナ、ロッシニアメと呼ばれるギター50奏曲作品65、イタリア様式による大序曲、ギター伴奏歌曲集などである。 多くの公共楽をギター独奏用内紙はギター二重奏用に編曲しており、例えばロッシーニのセビリアノリハチ市場曲のトランスクリプションといった例がある。さらに教育用の作品も数多く手掛けており、中には今なおギター教師によって練習曲として利用されるものもある。また、ジュリアーには共作もいくつか手掛けている。上記の演奏会で共演したフンメルとは、 ギターとピアノのための国家の大ポプリグランドポプリナショナル。ジュリアーニは作品93、フンメルは作品79として出版。モシエレスとはピアノとギターまたは2台のピアノのための競争的第二重奏曲。モシエレスは作品20として出版を作曲している。競争的第二重奏曲の第四楽章ではジュリアーニ自身の 練習曲作品48から12が登場する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。